き感動したから、その気持ちを愛さんにも感じてもらえて嬉しい。こんなお店を知ってるなんて、花よツーって感じ。ツー？そう言われると照れちゃうな。私、お米が大好きで、お米を使ったスイーツのお店にはよく行ってるんだ。花よらしいね。でもこのお団子、なんか普通のと違うよね。何が違うかはわかんないけど。愛さん、わかる？おお。あんなに美味しいお汁粉を知ってる愛さんなら気づいてくれると思ってたの。ちょっと花よ、どうした？そんな前のめりになって。このお団子、とってもお米にこだわってるから気づいてもらえて嬉しくって。ここは契約農家さんと共同開発した特別なお米を使ってるから、お団子だけじゃなくてお餅や白玉もすっごく美味しいんだ。この間のお汁粉もとっても美味しいお米を使っているみたいだったから、愛さんにもこのお団子を教えたかったの。さすが花代のお米愛。確かにどれも美味しすぎて全部お持ち帰りしたいもん。お餅だけに。そうだね。せっかくだしたくさん食べよう。ほら、花代どれ食べる？ありがとう。じゃあまずはあん団子にする。2本目にみたらし団子食べようって。